マットモゴーヒストリー。2代目マットモゴー、スバル、レガシー RS タイプ RA、C 型、後編。その2。レッカー屋さんの車置き場に運んでもらったものの、駅まで遠く、料金の4万5500円もなく、我が家の大蔵省であり、車の免許を持っている母に迎えに来てもらいました。しかし、そのまま捨ててしまうにはもったいない部品が多くついていたので、年末までに友人や父と何日か通って競技用部品を外していき、その後個人売買で15万円で売りました。手組みのエンジンと、機械式フロント LSD と強化ビスカスセンターデフィリクロスミッションは外せず断念し、貴重な車が1台この世からなくなってしまいました。先輩が、最初はボロにしとけって言っていました。しかしどうしても欲しい車を買うために頑張ってバイトをし、貯金と節約をして車を手に入れたのですが、若気の至りとはよく言ったものです。無知ゆえに、わずか5週間で車も貯金もなくなり、あわや人生も失うところでした。絶望のまま、年を越え、親には散々怒られ、1年間車禁止になりました。しかし親元を離れていたこともあり、19歳の若者が1年間も我慢できるはずもなく、次のマットも3号へ続いていくのでありました。おしまい。チャンネル登録よろしくお願いします。マトモチャンネル。